足の甲が腫れてます。おしゃれをして、いい靴を履いて、歩いたために足の甲が腫れてます。痛みが 1,2,3,4,5 5箇所あります。こっちの足を比べると足の甲はね、筋が見えてるのにこっちは、腫れてます、むくんでます、はいね、靴が悪かったんですよ、靴の形が悪かったのが、おしゃれをして靴を履いたために足の甲、この辺に痛みがこうちょうどなんていうんですかね、靴がこう当たる部分に痛みが作られてまして、F1 と F6 と中指と小指と歯楽をしましたら、5箇所あった痛みが2箇所に減ってます。披露宴なんか行くときは靴を持参して、歩く靴と、そのパーティー会場なんかの靴と変えることをお勧めします。足の甲を痛めた先ほどの患者さんに、これをお勧めしてみました。こんなやり方でもいいんじゃないかなと。荒瀬先生のお話から、続けてもう3週間ぐらいになりますけど、またレポートします。